吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのいちごのシュークリーム2個入りを食べたいと思います。いちごクリームのシュークリームだし、本当にいちごが入っているシュークリームだね。あんまのこういうシュークリームって初めて食べる気がしますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、出してみました。いちごが赤々しいですね。ではいただきます。いちごの果肉が確かに入っていて食感は楽しめたのですが、クリームが多すぎて甘酸っぱさに足りないような気がしてしまったのが残念でした。でそのクリームもホイップクリームがかなり多くてさっぱりはしているんですが、何か物足りないかなっていう部分もあります。形からしてちょっと食べにくさもあるので、袋タイプのシュークリームの方が自分の方は好きかなと思えてしまって、そこは残念でしたので、こちらもテストさせていただき、ホイップが好きな方にはおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。